大変長らくお待たせいたしました。お待たせいたしました。本日ヤンデレラ実況プレイしていきたいと思うのでよろしくお願いいたします。さてご飯チャーハン食べた後ですね、私原因不明なんですが血糖値がめちゃめちゃ上がってて眠ってしまいました。意識が途絶えてた。みんな俺糖尿病かもしれない。なんか今もすげえ手とかめっちゃあったかい。寝てた3、40分。いやー美味しかったですよ。原因は多分そうでしょうね。がっつり糖尿、俺やっぱ糖尿なんかな。ちょっとウィダーインゼリーとかコーラとかコーヒー飲んでもええ。ティントンティンティントンティ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 ン。 BGM 終わったんですけど。これ2週目とかないんですか BGM。 あーちょ待ってこちら、嘘やろ。BGM 流れねえ。さすがに嘘やろ。これ1週限定嘘やろ。ちょもう一回聞けるから待って。あれなんか画面固まってるかも。あ、画面固まってんだ。ちょっと待ってな。あ、固まってない。聞いて僕の歌、聞いてほしい僕の歌。いきますか。まあゆっくりやってこうぜ。なんか全部がハッピーエンドらしい。であんまり長くないんやって。でこのヤンデレラってゲームがもう一個あるらしくって、俺の好きなゲームがあるんやけど、フリーゲームが、その作者が作ってんのでもヤンデレラってのがあったん。ただそれが有料版で配信禁止らしくって、偽物のヤンデレラやってきます。画面合ってます。これ初めから押すと名前入力してくださいって画面があって、こういう取り込みで合ってるんで落ち着いてください。大丈夫です。僕の歌。バレなきゃいいかな。この曲聴くためにもう一回更新しました。ふう、配信禁止のゲーム多くね最近。ほら実況してよ。お前らに無料で見せてよ。いろんなあらゆる有料ゲームを。うん。薄いモザイクかけたら大丈夫かな。うん、オープンレクじゃ誰も見ないやつ、見るやつは見るんやん。あ、今からクレイジーラクンカップの話したやつ全員ボコします。僕の出てない大会の話するやつやめて。このゲームミルダムでやったらどうなんやろ。いけるかな。怖って、呼ばれてねえしそもそも。よし、ちょっと温まってきたな。 あと 2,3 分以内に始めるからちょっと待ってくれ。マジで俺5時17時に始める気満々やったのに寝てた。そういう日ってない。うん、よし行きますか。はじめからちょっと待ってな。体調気にしとる。ちょっと待ってな。よし、動画化するかもしれんしな。まあ1時間ぐらいで多分終わるんじゃないかと思ってるけど、なんかちょっといい話らしいで。どう、ヤンデレラってタイトル。結構早いねって。なんかユマちゃんって女の子が出てくるんで、お前らユマちゃんって言えば誰が出てくる。ユマちゃん、おーし、浅見ユマだよね。ヤンデレラ実況プレイスタートです。ピシャ、名前を入力してください。俺高行、応援の高行、一発で出てきます。こういうのなんか記憶するやつなんかあるんやろな。俺高行って一択出てくるんやけど、高行です。俺は3年前
トラウマになれるような、トラウマになるような振られ方をした。当時好きだった女の子に告白され、すごく喜んだのを今でも覚えている。しかし、告白された翌日、それは罰ゲームによる告白だったことが明かされた。YouTube でよくありがちなあれや、広告であるやつや。その時、彼女のにやけた表情、その周りにいる友達の笑い声、それらすべてが俺の心を深く傷つけた。以来、それがトラウマになり、女の子を好きになることができなかった。しかし、記憶というものは徐々に薄れていくもの。俺絶対全員に復讐するけどな、そんなんだったら。少しずつトラウマを克服して、今では気になる女の子ができたのだ。じゃあ今までのくだりいらんくね、これ。お前の好きな女色黒やな。その女の子の名前はことみちゃん。誰、ゆまちゃんは。ことみちゃん、なんて可愛らしい名前なんや。分け隔てなく誰とでも仲良く気さくに話してくれる元気な女の子だ。いいですね、ボブヘアーでね。それともう一人トラウマ背負った後のプレイボーイなんやけど、俺他にもおんねん。聞いて聞いて、俺もう一人気になる子おんの。こっちは小さい時からの幼馴染で、3年前の時も支えてくれた優しい女の子。名前はユマ。俺にとってユマはことみちゃんとは違った意味で気になる存在だ。もう一人は3年前に告白してきたあの子。ユマのことはいつからか家族のように思っている気がする。もうじゃあそれ気になってる女じゃなくない？家族だよ。そんなユマとは高校生になったからも毎日一緒に登校している。すごいやん、俺モテモテやん。おはよう、早くしないと遅れちゃうよ。これがユマちゃんか。 JK ってよ、お前ら。いい匂いしそう。髪の毛染めてパパ活とかしてそう。今日もいつものようにユマと一緒に学校へと歩みを進めた。琴美の扱い雑やし、切り替わり雑やし。あ、おはよう。教室に入ると目の前にいた琴美ちゃんが元気よく俺に挨拶してくれた。なんでこんな不愛想やねん。俺は琴美ちゃんのことを愛してんねん。お前ら、おはよう。今日も二人は仲いいね。羨ましいな。ちょっとお前、ユマ、お前のせいで勘違いされるやろ。向こう行け。ただの幼馴染だよ。ははははは。何よ、何この子。お前すごい鎖骨してるな、いい感じの。挨拶しただけでこんなに沈黙が訪れるなんて。あ、チャイム鳴った。授業だ。ざわざわ。長い授業を終えて昼休みを迎えた教室は開放感のある声に包まれていた。そんな中、ユマが俺に声をかけてくれた。あのね、今日お弁当作ってきたの、よかったら一緒に食べよう。いや、僕お母さんが作ってきたお弁当があるからごめん。あ、お母さん作ってくれやんにゃ。俺サンキュー、ありがたくいただくよ。さすがに最近は回数こそ減ったが、こうしてたまにユマは俺の分のお弁当を作ってきてくれる。ユマちゃんは俺のこと好きなんやろな。こんなエメラルドグリーンのカラコンした女やけど、いつも快便の俺からしたらすごくありがたいことだ。今日は天気もいいし、外で食べましょう。中庭なら人も少ないし、落ち着いて食べられると思うの。教室で食べたらええがな。ああ、そうだな、じゃあ中庭にしようか。感情移入が難しいな、この高雪は。なかなか。そうして俺たちは中庭で昼食をとることにした。誰もいないじゃん。中庭にはなぜか今日は誰もおらず、不気味なくらい閑散としていた。閑散？うん。じゃあお弁当早速食べましょう。
今から渡された弁当箱を開けてみると、なんとも色鮮やかで美味しそうな弁当だった。ユマは前から料理上手だったもんな。いただきます。なんで誰もいないんだろうね。ユマちゃんが埋めたんかもしれん、中庭に。ふふ、召し上がれ。うまーい。多分当たる。うまいな。やっぱりユマの料理は美味しいよ。それはよかった。焦らずゆっくり食べてね。いい子じゃない、ユマちゃん。ユマに作ってもらった美味しい食事をとって満腹になってきたせいか、授業の疲れもあり急に睡魔に襲われ始めた。俺もさっきそれで寝てないよ。このゲームさ、ことみちゃん攻略させる気ないな。おかしいな、急に眠たくなって糖尿やから。そこで俺の意識は急激に遠のいてしまった。ゆっくりおやすみなさい。これユマちゃんがなんか入れたんか。え、ここはどこだ。気がついた時にはどうやら知らない部屋にいるようだった。どうやって運ばれたんや俺。なんだこれ、身動きが取れない。しかも何かで縛られていて身動きが取れない状態だった。気がついた、急展開や。どうしよう、開始わずかの出来事なんやけど。これ今ここは一体どこなんだ。それにこの状態は。ごめんね、ずっと我慢してきたけどもう我慢できなくなっちゃったの。え、なんか興奮してきたぞ。ただの幼馴染はもう嫌。あなたを誰にも渡したくないの、ことみちゃんにも。何を言ってるんだ今。そう言った後、また俺の意識が遠のいていくのを感じた。何があって遠のいたやん俺。大丈夫、何も心配しなくていいの、これからはずっと一緒だから。薄れゆく意識の中で、俺はここまで思ってくれているユマになら全てを捧げてもいいかもしれない。え？そんなことを考えながら深い眠りについた。ずっと一緒に。なんか急にボイス入った、目にハート書いてある。短すぎる。ユマはとっても嫉妬深い女の子です。え、嘘でしょ。なのでユマがいるところでは他の女の子とはできるだけ話さないようにしましょう。選択肢1個しかなかったぞ。え、琴美ちゃん、いや、せっかく琴美ちゃんが挨拶してくれたのに気恥ずかしくて挨拶を返すことができなかった。この沈黙やめろ。は、長い授業を終えて昼休みを迎えた教室は開放感のある、これシオンだ。今日お弁当作ってきたの。ユマはお弁当上手やでな。じゃあ中庭にしようか。短すぎない。うまいな。おかしいな、急に眠たくなって。あ、寝ちゃってたか。ああよかった。気持ちよさそうに寝てたから起こすのも悪いかなと思って。もうお昼休み終わっちゃったから教室に戻ろう。あ、そうしよう。あ、弁当美味しかったよ、ありがとう。危険な女の子やな。誰これ、なかなかスタイルのいい男やな。よう、二人でお昼か。相変わらず仲いいね。周りがそうやって言うてくんね。普通だっつーの。本当のとこはどう思ってるんだよ。どう思ってるって。ただの幼馴染だよ。ティンタンタン、ティンタンティンタン、ティンタンティン、ティンタン、ティンタンタン、ティンタンタン、ティンタンティンタン、ティンタンタン。
と授業が始まる前にトイレに行っとかないと。はあしょ、はあ、あ、用を足して手を洗っている時にふと先ほどのクラスメートに言われたことを考えていた。俺にとってユマは。ぽつりとつぶやいた直後、強烈な衝撃とともに意識が遠のいた。なんだここは、動けない。気がついた。ユマ、トイレにいたはずじゃ。ごめんね、ずっとあなたの思いを我慢してきたけど、もう我慢できなくなっちゃったの。ただの幼馴染なんてもう嫌。どうしたんだユマ。薄れゆく意識の中で俺は、3年前も離れず支えてくれたユマとなら、そんなことを考えながら深い眠りについた。ずっと一緒に。沈黙、それが正しい答えなんだ。何クラピカみたいなこと言ってんねや。いや、幼馴染っつうかユマは、ユマはさ、何マジに考えてんだよ、冗談だよ。そう言うとクラスメートは席へと戻った。ふう。一息ついて自分の席へと腰を下ろし、次の授業の教科書を取り出そうとしたその時、机の中に普段ないものの存在に気づき、驚きを隠すために平常心を装った。これは何、ユマちゃん。6時間目のチャイムが鳴り、今日1日の授業の終わりを告げた。みんな一様に一息ついてたが、俺の心は真逆で、むしろ心臓がドクドクと早打ちし、高鳴りを告げていた。これはなぜかというと、それは机の中に入っていたもののせいだった。なんやろ、手紙。それも差出人はどうやら琴美ちゃんらしい。初めて女の子から手紙をもらった。しかもこれは告白なのでは。やった。もしまたあの時みたいに罰ゲームによる告白だったら、そんなこと本当にあるんか。いや、琴美ちゃんに限ってそんなことは。ユマが声をかけて。何、大丈夫？顔色悪いけど。大丈夫大丈夫、それならいいけど、一緒に帰らない？手紙のことも気になる。ここは今日は用事があるから先に帰っててくれ。そっか、じゃあまた明日ね。こうしてユマと別れた後、俺は教室に誰もいなくなるまで学校をフラフラと当てもなくうろつき、時間を潰してから再び教室へと足を運んだ。琴美ちゃん待ってたよ。琴美、教室に入るとすでに琴美ちゃんが夕暮れを背に待っていてくれた。琴美ちゃん、椅子の上でつま先立ちして。俺に何か話があるの？気恥ずかしさから琴美ちゃんの顔を見れないまま質問を投げかけた。高木くんに聞きたいことがあるの。はい。琴美ちゃんのことなので回りくどい言い方はしない。直球な話が来ると思って身構えながら聞き返した。何？次に琴美ちゃんが口を開くまで実際は3秒くらいの間しかなかったと思う。ただその時の俺には永遠に思えるほどの時間の長さに感じられた。ユマちゃんのことどう思ってるの？全然何も思ってないよ。ユマとかただの幼馴染だから。え？俺が都合のいい考えしかしなかったのか、男ならみんなその考えに行き着くのかはわからないが、てっきり告白されるものだとばかり思っていた俺には、質問を理解するのにかなりの時間を要した。え、そういうことなんじゃないの？高幸君にとってユマちゃんって何なの？はっきり答えて。琴美ちゃんらしくない聞き方をしている。直接的には言いにくいことなのかもしれない。どういうこと？つまりどういうこと？俺がユマのことをどう思っているのかを、なぜ琴美ちゃんが気にするのか。そう、俺のことが好きだからユマとの仲を気にしてる。これでは。でも琴美ちゃんならまず自分の思いを伝えるので。知らねえよ。さっき数秒前に知ったこの女のことなんか知らねえよ俺は。
緊張から頭がうまく回らないながらも必死に考えてみるが答えは出せなかった。ただ一つはっきりしていたのは、琴美ちゃんの目が俺の目をはっきり捉えていることからも真剣さが感じられ。どこ見てるかわからん、色黒すぎて。この質問には真剣に答えなくてはいけないことだけは分かった。俺にとって今はただの幼馴染だ。今ちゃんはそう思う。めんどくせえわお前。幼馴染だっつってんの。ユマが俺のことをどう思っているか考えたことが全くなかったわけじゃない。でも考えないようにしていたのかもしれない。何これ、何なんこの女、感じは、本当に本本人もこう言ってますよ。琴美ちゃん本本人もこう言ってます。ほらいいって言ってるんで続けて琴美ちゃん。突然のユマの登場に二人とも驚き固まってしまったが、すぐさま琴美ちゃんが口を開いた。だってユマちゃんは琴美ちゃんには関係のないことでしょ。安易に踏み込まれたくない領域に琴美ちゃんが踏み込もうとしているのをユマが冷たい言い方をすることで琴美ちゃんを突き放した。しかし琴美ちゃんからの反応は俺もユマも予想していない反応だった。何？関係あるよ。俺とユマは黙って琴美ちゃんの言葉に耳を傾けた。はじめは興味本位だったの。なんとなく二人でいる機会の多い高之くんとユマちゃんを見て、二人は付き合ってるのかなとか、付き合うってどんな感じなのかなとか。その後友達に聞いたら二人は付き合ってるわけじゃないって聞いたの、うん、私にはそれが不思議な関係に思えて、それから気づいたら二人のことをよく見るようになってた。え、どういうこと？二人とも好きな？どういうこと？それで気づいたの、ゆまちゃんがいつも高幸くんのことを思っていることに、うん、で？ゆまちゃんがいつも高幸くんのことに一生懸命でひたむきで、うん、そんなゆまちゃんを見てたら今度はゆまちゃんのことをよく見るようになってた。あ、LGBTQ 配慮だ。そしていつもひたむきなゆまちゃんに惹かれていった。私はゆまちゃんが好きなの。え？そんな中、琴美ちゃんは心情を吐露していく。おかしいことを言ってるのは分かってる。それにゆまちゃんは高幸くんのことを。ありがとう、気持ちは嬉しいわ。でもその気持ちには応えられないわ。完結しとる。すごい。産業ですごい分かりやすい。だってユマは俺の女やし、琴美、けがらしいわおめえ。淡々とした様子でユマは琴美ちゃんに話しかけていた。うん、知ってる。そっか。そんなユマちゃんだから私は好きになったんだもん。私は高幸くんのことも好きよ。え、本当に？琴美ちゃん。いきなりの告白に俺はもう何が何だか分からなくなってきていた。ゆまちゃんに対する好きとは違う好きだけどね。え、どういうこと？結局琴美ちゃんはそれを伝えてどうしたいの？ゆまさんイライラなんやけど。そうだよね、ゆまさんイライラなんやけど。で、何が言いたいの？とりあえず服脱ぐわ。よし、準備しよう。俺があっけに取られているうちに、ユマは最終的に俺たちが聞きたいことを単刀直入に聞いていた。私たち3人で付き合わない？そうしよう。それがいいと思う。そうしよう。はっ3人で付き合うって？突拍子もない言葉に重たい頭がさらにうねりを上げていた。ユマちゃんはこの提案をどう思う？何言ってんだこいつで。そんな感じですけど、ユマがうまく何か言ってくれればこの場は丸く収まるかもしれない。俺はそうひたすら黙っていた。そう考えた俺だったが、ユマからは意外な答えが返ってきた。うん、
高雪くんがいいなら私は構わないわ。え、本当に？え、ゆまちゃんならそう答えてくれると思ってたわ。高雪くんどう？私とゆまちゃんじゃ嫌？いや、お前さ、そもそもおかしいじゃん。3人で付き合うって嫌なわけがなかった。そうだな、俺の好きな人はことみちゃんだ。じゃあ3人で付き合おうか。ゆまちゃんまでついてきたわ。でもゆまのことは俺は本当はどう思っているんだ。ぐるぐる回り続ける思考とは裏腹に、何か答えなければいけない場の空気に耐えられず、俺は構わないけど。お前めちゃめちゃ乗り気やったら嫌なわけがないって。あ、構わないけど別に。本当に？やったー。ほら、ことみちゃんが笑顔だよ。ははは。じゃあこれからもよろしくね。はい。冷静になった頭で考える。この判断は正解だったのかと。でもその答えは誰にもわからない。好きな女の子と付き合える、少なくともその事実がある限り、俺はこの判断が正解だったと思うことにした。やったー。何サクマトリックって。全然すっきりしやん。なんかどれ選んでもこれクソっぽいぞ。あ、ダメだ、ここの俺セーブ、結局選択肢来ると思ったから。違う。俺にとってユマは、俺はユマが大切な人だって気づいた。そっか、相手がことみちゃんだったから答えられたのかもしれない。ユマに対する気持ちがはっきりと分かり、胸のモヤモヤが消えていくのが分かった。そんなにはっきりと言われるとは思わなかったな。俺からも質問していいかな。何？この女チャラくない？どうしてこんな質問をしたの？内緒。そういったことみちゃんはどこか嬉しそうに見えた。いや、知ってるけど俺。間違ってたらごめんね、高雪くんってさ。ん？私のことちょっと好きだったんじゃない？パパ？いや、その、あの。え、あ、いや、あの、うん。今日一番感情移入しやすいシーンやった。急な攻撃にうろたえることしかできなかったが、琴美ちゃんはその様子を見てくすりと笑った後、話を続けた。多分ね、高雪くんが私を好きなのはね、ゆまちゃんへの気持ちを隠そうとしたからじゃない？え、そうなの？そんなことってある？そんなことないと言いたかったが言えなかった。その通りな気がしたから。なんでかまではわからないけど。なんでそう思うの？そんなの見てればわかるって。自分では気づいてないかもだけど、高雪くんってゆまちゃんといる時が一番いい顔してるもん。そうかな。ゆまちゃんを大事にしてあげてね。琴美ちゃん！琴美ちゃん。琴美ちゃんに確信をつかれ、自分の中で何かが吹っ切れたようだった。ゆま！その直後、教室のドアを開いた。そこにいたのは、ゆま！琴美ちゃんと何か話してたの？ゆま。琴美ちゃんとの話を聞かれていたのかもしれない。でもゆまからは何も言ってこない。これは、俺から言葉にして伝えられるのを待っているんじゃないか。でももしうまくいかなかったら、さまざまな思いが、錯綜する中、今の自分の気持ちを伝えたい。その思いが自分の中で一番強いことを認識するのに、そう時間はかからなかった。しばらく考えた後、俺はぐっと決意を固めて思いを伝えることにした。ゆま、聞いてほしい話がある。ゆまは黙ってうなずいた。3年前のことを覚えてるか？うん。3年前、俺は、はぁ、あ、シワンさん
シワンさんにひどい振られ方をされて、読みやすい名前にしとけそいつ。シオンさんにひどい振られ方をされてすごく傷ついた。それから人に好意を寄せることができなくなっていた、ユマに対しても。でもユマはずっと俺のそばにいてくれた。いや、3年前からじゃなくてずっと前から。でも俺はそんなユマじゃなくて琴美ちゃんのことが好きになってた。なぜならユマより顔が良かったからだ。そう思ってたんだ。でも本当はそうじゃなかった。ユマへの思いをごまかすために琴美ちゃんのことを好きになろうとしてたんだ。さっき気づいたんや。ユマへの思いを認めて伝えてまた傷つくかもしれない。そうなるのが怖かったから。琴美ちゃんに対してもユマに対しても真剣に向き合えなかった。でも今ならはっきり自分の気持ちが伝えられる。気づけば手が震えていた。その手をスッとユマの温かい手が包み込んでくれた。女の子の手ってこんなに温かいんだ。好き。頑張って。最後までちゃんと聞いてるよ。なぜだかわからない。気づけば涙がこぼれ落ちそうになっていた。それをぐっと我慢して言葉を続けた。ユマ、君のことが大好きです。心臓の音が嫌というほど大きく聞こえ、張り裂けそうになるのをこらえて震える声でそう伝えた。気づけばユマは涙を流していた。よかったな、ユマちゃん。俺も、このゲームを通じていろんなエンディングを見て涙目出てきた。6年前、私の靴が隠された時のことを覚えてる？ほんとごめん、あの時は俺も子供でさ。ほんとごめん、今あの時。俺もそんな、なんかこんなことになるとは思わなくて泣いちゃってたよ、お前。ゆえださやんだよ。6年前、ユマの靴が隠されて一緒に探したのを覚えている。なかなか見つからず、当時のユマは泣きじゃくっていた。あの時遅くまで探しても見つからなくて、私はずっと泣いてた。そんな時、高雪くんが私の靴を見つけてきてくれた。そして、そっとその靴を履かせてくれた。俺の手でかいな。私はシンデレラになったようだった。はあ。運命だと思った。この人を好きになるために私は生まれてきた。そう思ったの。てか、何？ユマちゃん小学生の頃こんな靴履いてたん？その時からあなたのことを特別に思うようになった。でもそれから3年後、あなたは心に深い傷を負った。だから私も言えなかったの。私の思いがあなたに拒絶されてしまったと思うと。ユマ。でも今ならやっと言える。6年前のあの日からずっと。お前なんか急にガバッときたな。飛び込んできたわ。いや、よかったな、ゆまちゃん、本当に。
よかった。本当によかった、ゆまちゃん。制作者さんのツイッターもこちらにございますのでよろしくお願いします。なんやねんこの作者。何があんねんこの後。ちょ、行くぞよ、行くぞ。ヤンデレラサイドユーマユマ視点とか別にええわというところで皆さん、ヤンデレラいかがだったでしょうか。いや、本当に涙出る名作でした。またね、このような名作に僕をお会いできるようにフリーゲームこれからもたくさん探すんでよろしくお願いします。また皆さんお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。